席してください。渡辺修さん、国民民主党無所属クラブの渡辺でございます。ただいまのですね、本題にも触れられましたけれども、この総理の6割の自治体が協力を拒否しているという、この発言につきましてですね、前回の委員会で私立ちましたときは、ちょっと最後、時間が、なくなってしまいましたので、改めて伺いたいというふうに思うんです。でこの、この委員会でも、ただいまも答弁がありましたし、総理出席のもとでも、あるいは、過日の自民党大会でもですね、自衛隊は今や最も信頼される組織だ。残念ながら新規隊員募集に対し、都道府県の6割以上が協力を拒否しているという厳しい、悲しい実態がある。こんなことをおっしゃいました。これ聞いてですね、私も与党時代に防衛省の三役を13ヶ月やりました。驚いたんです。一体どういう意味だろうかと。で、いろんな形でですね、この自衛隊法、あるいは施行令に基づいて、いろんな協力をしてきた中でですね、協力の拒否という強い言葉を使われたと。ということでですね、もう大変驚いたわけなんです。私の知る限りでは、協力を拒否などというですね、こんなことが、6割って言ったら相当な数でしてびっくりしたんですが、大臣、間接的にも直接的にもですけども、先生の、大臣のご地元でですね、こんなふうな形で、協力を拒否してるなんて話は聞いたことありましたか、俺まで。私も、例えば自衛隊の協力会であるとか、防衛協会だとかですね、そういうところで、募集を担当する地方協力本部の方々と褒めにかかっていろいろ意見交換もしますが、とにかくこんな拒否、6割が拒否、話を聞いたときは、ご自身の経験から驚きませんでした、本当かいなと思いませんでした、大臣。防衛大臣、岩屋毅さん。私の地元の、大分県の状況を主催に承知しているわけではありません。で、全市町村に対してですね、もう繰り返しませんが、法令と政令に基づいて、防衛大臣は依頼書を出させていただいて、おります。で、願わくば、全市町村からですね、紙媒体等で資料を、情報を提供していただきたいというふうに思っておりますけれども、それからすれば、残念ながら6割の自治体はそういう形では応じていただいて、おらないということでございます。渡辺さん、ここにね、その各市町村長宛て、あるいは都道府県知事宛てにですね、出された、この自衛官募集等の推進について、依頼というのは、私も持っております。で、これはここに書かれているんですけれども、平成25年12月に閣議決定をされた、中期防衛力整備計画の中に触れられたことをですね、引用して、今まで以上に募集に力を入れるんだと、協力関係を一層強化してまいりたい、うんぬんと書かれているわけですよね。で、ここに依頼って書いてあるんですよ。で、自衛官募集等の推進については、これ、依頼でありましてですね、これ依頼に対して拒否をされたことというのは、そんなに6割、これ、できる限りの形で、自治体は協力をしているわけなんですけど、これ、やっぱり、協力拒否などという強いことを言われるとですね、ここまでできる限りでやっているのに、協力拒否などという言われ方をするのかということなんです。で、その点についてですね、この依頼という意味を、それは
答えることが義務なのかどうなのか、あくまでもこれ依頼ってお願いベースだと思うんですが、これいかがなんですか。で、できる限りでこういう形で出せというのは確かに書いてあります。紙媒体もしくは電子媒体だというふうにありますけれども、なぜ依頼という形であるならばですね、そこにはこれは義務としてやっぱりやるべきだと、これは防衛省大臣は考えてらっしゃいます。岩屋防衛大臣。依頼をする根拠は先ほどから申し上げておりますように、自衛隊法第97条1項、そして自衛隊法施行令の120条でございます。で、そこには資料を求めることができるというふうに書いておりますし、法令で定めた自治体の受託事務でございますから、義務という言葉を使うかどうかは別にして、当然に応じて、いただけるものという前提で、しかし丁寧に、お願いをさせていただいているということでございます。渡辺さん。先般ですね、報道に、この問題が大きくクローズアップされてからですね、いくつかのメディアで、この件についてのファクトチェックのような形での報道がありました。報道丸々私も読んでその通りと分かりませんので、ここでちょっとですね確認をしたいんですけども、先般のその一部報道ではですね、2017年度1741市区町村のうち紙か電子媒体で協力をしているところが632の自治体で 32% であります。で、53% のですねに当たる931の自治体は住民基本台帳の閲覧やその書き写しを認めているというふうに報道されております。で、残る178の自治体、全体の1割に当たるところが情報を得てないというふうに報道されているんですが、確認ですけれども、この数字というのは正しいんですか。この報道で、記載されたことはその通りということなのでしょうか。岩屋防衛大臣。今委員もおっしゃっていただきましたが、1741市町村のうち、紙媒体による提供を受けているのが、632市町村 36%。 電子媒体という分類はございません。はい。で、住民基本台帳による閲覧、931市町村 53%、 そのうち抽出閲覧、つまり必要な情報をピックアップしていただいて閲覧をしているのが587市町村の 34%。 で、全部全閲覧という形になっているのが344市町村の 20%、 そして未取得が178市町村で 10% ということになっております。渡辺さん。で、178の自治体は閲覧もできないということなんでしょうか。その点の確認をしたいと思いますし、また全く協力をしてくれない自治体が5つというふうにありますけれども、名前はですね、これなかなかじゃあどこの自治体が全く協力してくれないということは、お答えは、いただけるのかどうか分かりませんが、全く協力をしてくれない自治体が5つあるということもあります。で、合わせてですね、そもそも先ほど本題にも言われましたけれども、過疎地や離島、そもそも対象にしてない。いわばですね、分母で言えば、分母ですね、このそもそも対象にしていない自治体、例えばこれ、小笠原の離島なのか、沖縄の離島なのか、あるいはもう非常にこの過疎地、過疎が進んでいる地域だとかですね、確かに言われれば、そこに行って、どれだけの方の対象者がいるのだろうか、適齢年齢の方がいるのだろうかということは、なかなかこれも分かりにくいんですけれども、
確かになかなかその行くだけのコストがするだけのコストがあるのかなというのは地域地域のですね、おそらく協力本部でもある程度判断できていると思いますが、例えばそもそも対象にしていない自治体というのはいくつあるんですか。つまり、閲覧も含めて、取得をしてしなくてこちら側からですね、こちら側というか依頼を要は出していないところでございまして、それいくつぐらいあるんですか。岩屋防衛大臣。まず一つ訂正させてください。先ほど電子媒体はないというふうに申し上げましたが、紙媒体等による提供でございまして、この中には、36% の中には、電子媒体でいただいているところもあるということでございます。それから、防衛大臣からの依頼は、全市町村にさせて、いただいておりますので、最初から依頼をしていないというところはございません。渡辺さん。じゃあ、閲覧を見送っているということと、自治体はいくつありますか。岩屋防衛大臣。それは先ほど申し上げた 10% で、ございます、178市町村ということで、ございますが、これは委員がおっしゃった、離島とか、極端な過疎とか、そういうことだけではなくて、残念ながら長きにわたって、全く、協力がいただけなかったというところなども含めて、この割合になっております。渡辺さん。さっき私の質問に答えたんですけど、全く協力をしない自治体が5つと、それは、過疎地でも離島でもなくですね、協力してくれない自治体が5つと、これを差し引くとですね、178から5つを引くと173ということになるんですが、そもそも対象にしていないところは173ということでよろしいですか。岩屋防衛大臣。5つの自治体、これはもちろん名前は申し上げませんが、そもそも採用ポスターの掲示などの募集広報を含む、自衛隊法第97条第1項が規定する自衛官等の募集に関する事務を、残念ながら全く実施して、いただけていないということで、ございます。で、残りにつきましては、依頼はもちろん全部させていただいて、おりますが、さまざまな状況、あるいは募集効果上の判断によって、閲覧をして、情報を得るということをしていないということでございます。渡辺さん。今のですね、話でいくと、1741の市区町村のうちですね、その5つは協力していない。だけど、その173を引きます。1563の自治体の、が、対象だとすればですね、今回のその6割という発言は、あまりにも乱暴な数字じゃないかと。この、最初からですね、閲覧も含めて対象にしていないという自治体が、ある。でも、何らかの形で協力をしているわけなんですが、ここでちょっと聞きたいんですけど、その閲覧や掛け口を認めない理由っていうのは一体何なんですか。その自治体がですね、つまり理由として、自衛隊が憲法に明記をされていないので、我々は、この政府の依頼に対してお答えするわけにいきませんというような答えなんですか。どういう理由で、その協力、いわゆる防衛省側が言う必要な協力という所要の協力が得られていない。その理由はどのような理由なんですか。これは防衛大臣に聞いて、その後総務大臣にも伺いたいと思います。岩屋防衛大臣。
まあ、こういったあの6割近くの自治体からは、あの防衛大臣の依頼書に対して、あのまあ、何らの回答もいただいておらないということでございますので、その理由についてですね、あの私どもが逐一あの承知しているというわけではございません。委員長。渡辺さん。いや、あのですね、総理大臣がそういうことを例に出されて、だからこそ憲法に自衛隊を明記するのだということの理由付けにされてるんですけれども、防衛省としておい、なぜ自治体が非協力的なところがあるのか、その理由は何なのかと聞いたら、いや実はこういうわけですと。やっぱり理由は何らかあると思うんですけども、それは防衛省としては把握してないんですか。なぜその非協力的と防衛省が言う、あるいは総理が協力を拒否するというですね、ことを言った根拠になる、つまり、閲覧をするにあたって紙媒体電子媒体は出せないけれども、まあ、先ほどあったようなですね、閲覧をしてと、なぜそうなのかと、なぜ協力してくれないのか、それについて理由は防衛大臣は聞いてないんですか。つまり憲法に自衛隊が明記されているかされてないかということで、自治体がまあその所要の協力をしてくれないという何かですね、根拠はあるんでしょうか。岩谷防衛大臣。自治体の、あの対応の理由が、あの何辺にあるのかということについてですね、あの私どもが逐一把握をしているわけではあのございません。あのまあ、さまざまなあのケースがあの考えられるんだろうと思います。あの首長さんのお考えであったり、あの議会のお考えであるのかもしれませんし、あの市民団体の声であるのかもしれませんが、その逐一をですね、あのどういう理由でということを私ども問いただしているわけではございませんので、あのその主催にあの申し上げることはちょっと困難でございます。渡辺さん。で、あの総務大臣、この防衛省からのですね、依頼に対してここまでの協力しかできないと、いう形でですね、つまり拒否とは言えないけれども、その全面的な防衛省が望むような協力にですね、なかなか至らないのは、その理由は地方自治体のどんな意見があるからだと総務大臣は理解していらっしゃいますか。石田総務大臣。この件に関しましては、自衛隊法あるいは施行令の、規定に基づいてですね、防衛省と市町村等において、当該この法令の解釈により判断されるものと認識していることから、当該法令に対する対応について総務省としてこれを把握しコメントする立場にはないと考えております。渡辺さん。いや、それではですね、総務大臣伺いますけれども、これ協力を拒否しているということは言えない。で、それがですね、理由としていろんな自治体の判断があって、その住民基本台帳の閲覧でありますとか、あるいは情報提供についてはですね、自治体の考え方があったり、あるいはその有識者の検討会を開いてですね、そうした形での協力が妥当か否かということについても検討して、自治体の中ではいろいろ判断が決して一つではないと、いうことだと思うんですね。その点についてですね、やっぱりなぜ、このような総理の発言が出てですね、これまで、地方の協力本防衛省のですね、地方の方々や、あるいは自治体が、地方と一緒に委託をしている自衛隊の募集相談員、はじめですね、関係者は、6割も協力をしてくれてないのと、これやっぱり間違ったですね、発言なんですね。それに対してですね、今の理由で言えば、防衛大臣はなぜそこまで協力ができない自治体があるかということについては、
決して、憲法に自衛隊が明記をされてないから、そういう環境ができてないと、そういう理由でもないし、総務大臣に聞いても、その理由は、まあ、個別主体には言えないと。少なくとも、憲法に、自衛隊が、まあ、書くか書かないかというのは、これからですね、憲法審などで議論をすればいい話なんですけれども、この自治体がせっかくここまで協力をしているのに、なぜ、この問題をですね、理由にして、このことを理由にして、憲法議論に直結させようとするのかって、これ全く理解できない。ですから、この6割拒否をしたというのはですね、先般ここで小さく総理は、私の質問に対して、都道府県は間違いでした、市町村の間違いでした、と言いましたが、それにしたってですね、6割拒否というのは、これ非常に間違った言い方なので、政府内で話し合ってですね、これ撤回なり修正なりをするべきだと思いますけれども、これ、大臣、防衛大臣いかがですか。つまり協力の体系、形にはいろいろあるけれども、できる限りいろんな理由がある中でみんなやっていると。にもかかわらず頭越しに6割は、拒否なんて言われたらですね、これ今まで努力してきた人たちはびっくりしますよ、本当に。なんか非常に失望させる。自衛隊の協力会、いろんな地方組織があって、その中で、自治体の関係者が参加してですね、地方の人たちと話をして、ただいろいろ個人情報の保護であるとか、いろいろ法の下で、できる限りの協力をしているのに、そんなことをですね、言われたらですね、これは非常に一生懸命汗かいてる人たちが心外なんだろうと。いかがですか、これやっぱり少し丁寧にですね、総理のおっしゃることは相当ですね、飛躍をしすぎていて、そうではないということを防衛省なり総務省からですね、何らかの形で、統一見解を出して修正取り消すべきだと、思います。いかがですか、防衛大臣。岩屋防衛大臣。まず、防衛大臣の依頼に対してですね、自衛官募集にかかる、事務の協力をしていただいている自治体には、厚く御礼を申し上げたいというふうに思います。で、私どもとしては、法令、政令に基づいて、願わくば、この紙媒体、あるいは電子媒体等で、もちろん、4情報に限られております。住民基本台帳っていうのはもっと、他の情報も載ってるわけでございますが、お名前、生年月日、住所、性別という4情報に限って、ぜひ、そういう形で、提供いただければですね、募集の事務も、随分とはかどる、ということになりますので、そうお願いしているんですけれども、6割についてはですね、そういう形でお答えいただいていないということを、総理はおっしゃったんだというふうに思います。いずれにしても、自治体との信頼関係というのは極めて、大事でございますので、今後とも防衛省としては、誠心誠意、丁寧に、法令、政令の中身等を説明し、ご協力いただけるように、努力をしてまいりたいというふうに思っております。総務大臣、委員長。総務大臣、石田総務大臣。お答えをさせていただきたいと思います。先ほど来答弁申し上げておりますけれども、自衛官及び自衛官候補生の募集についてですね、どのような資料を求め、どのような形で提供するかということにつきましては、自衛隊法第97条第1項及び同法施行令第120条の規定に基づいて、防衛省と、そして市町村等において、当該法令の解釈により判断されるものと認識をしておりますので、当該法令に対する対応について、総務省としてですね、これを把握し、コメントする立場にないと考えております。渡辺さん。いや、それでもですね、政府のトップである総理が、拒否という言葉を使ったんでね、それはやっぱり地方自治をですね、所管される総務大臣としては、拒否などというですね、強い言葉を使われて、そんなことないと。自治体の中で、それぞれの自治体の自主性を重んじる中でですね、それぞれが判断をしてできる限りの協力をしていると。そういう意味では、拒否ではないと。段階、いろんな形での協力の仕方があるけれども、
そこはですね、一応ではないということをですね、やっぱり丁寧に説明して、しかし大方の5つの自治体を除くところは何らかの形で協力をしているんだと。そのことをですね、やはりこれは政府がですね、少なくともこの言葉が一人歩きしないような形でぜひ取り組んでいただきたい。とにかく、修正、何らかの、取り消しをですね、求めて、もっと丁寧な、物言いをぜひ、するようにですね、政府の中でまとめていただきたいというふうに思います。ちょっと時間がもうなくなって、いろいろいくつか、聞きたいことがございます。防衛大臣引き続き、アメリカが、この、ベトナムにおける米朝首脳会談でですね、相互不可侵条約を、不可侵宣言を打診したと、今朝の報道でございます。政府関係者が明らかにしたというんですが、大臣は何らか、ご理解されて、聞いておりますでしょうか。で、実際これは事実なのかどうなのか。で、それによってですね、我が国の安全保障政策というのは大きく変わると思うんですけど、これが米国、アメリカが、北朝鮮がアメリカに対して不可侵宣言なりをですね、働きかけることは別に驚きはしませんけれども、アメリカ側が北朝鮮に対して不可侵宣言なるものを、採択を出しと、これは今朝の報道なんですけれども、大臣は何らかの情報を得てますでしょうか。委員長。岩屋防衛大臣。報道については承知をしておりますけれども、我が国としてはですね、